皆さんこんにちは2018年賃貸不動産経営管理士本試験解答速報を始めていきます、えー、担当は歴史専任講師亀田ですよろしくお願いします はいそれでは皆さん、えー、2018年の賃貸不動産経営管理士の試験お疲れ様でした、えー、まあ、回答のまあ、模範の回答としてはですね、えー、ホームページに番号が上がっておりますのでまあ、そちらでご確認していただければと思います、えー、今回私はですねおおよその傾向などなどを踏まえてねまあ、感想を踏まえて、えー、まあこの、えー 動画においいて、えー、そのね、えー、まあ速報ととうことでね解説しししていいきまますすのででよろしくお願いしますでえー、っと画面にはですねえー、っと要約したものが私手元にあるんですけれども本試験のね、えー、現物そのものがないのでお写しできませんので、えー、皆さんね本日試験受けられた方はですねまあ、お手元にその試験問題ね置いておくと、まあ、少し分かりやすいと思いますのでねその辺も踏まえてよろしくお願いします。はい 第一の感想ですが、えー、で私たちはあのレックでねスタッフに受けてもらってそれをもう持って帰ってもらってそれを実際にね、えー、回答していったんですけれどもまあずばりたです、はいえー、ただ合格というところを考えますと、まあ、極端な難しい問題がいくもんかはあったものの過去問特にここの数年、えー、3年ですねこの3年の過去問をしっかりやっていくと。 まあ20点台の後半は行くでししょょうううねっていう感じでしょうかね、えー、そうするとまあ性質的に合格ラインが30点まで伸びることはちょっと考えにくいのでまあ難しい問題が入っているものの過去問をしっかり対策をとっていけば合格ラインにのってくるんではないかなというのが感想でした。はいであの幾人 受けに行ったスタッフたちの感想を聞きますとですね、えー、やっぱりしっかりやってる人にとってはまあそんなに難しい感じはしなかったとあの何問かはあっと思ったんですけれどもその他がね比較的スムーズに取れたっていうところでしょうかね。で、えー、あんまり対策取らずにですね行ったものはですね時間がかかったと。で、えー、ですのでまあ 結構、過去問から多く取材されていたものの、まあ、しっかり覚えておかなければ。逆に迷うということで、うん結構時間かかったかな、という感じはありましたね。まあ、ちょっと傾向が二つに分かれているんですが、まあ、いずれにせよ、予想された範疇でしたかね。はいでえーまあ、ここに見ていきますと、そうですね、えー、と傾向の一つとして、難問。 と、まあ、過去問をやっていれば解ける問題がいる極端ですかね、えー、でです今回の、えー、と40問の中では過去問から外れた問題としてはですね番号で言いますと、まあ、これは過去問だけではなかなか取りにくいだろうそれからもう一つは、まあ、例によって場面のね設定が非常に曖昧なところがありますので。 ちょっと趣旨も考えて解きにくかったのかなっていう問題も含めると番号でいうと1番、えー、これは社会的責務の問題でしたね、えー、それから2番、えー、これ続けてなんですがこれ、まあ、実務における重要事項の説明なんですがちょっとあんまり聞いてこないようなことを聞いてきておりましたね。ししかかも個数でしたからね、えー、続いて 問問いの4番でですすね。ね。前半多かったんですよ。よ、えー、範囲を超えてるような問題、ねえー、これも重要事項の説明だったんですがね、えー、これもちょっと解きにくかったってこれも個数ただ今回個数はその問いの2番と4番を含めて、えー、あともう1問のね3問でしたから、まあ、そこは昨年に比べると楽でしたかね。 はいから、えー、と他解けない問題とすると真ん中辺の問いの21番ねこれ小学訴訟の問題でしたが少しそこは詳しく聞きすぎだろうというところが、えーまあ、ありましたかね。それから問いの27番29番ね、えー、これは、まあ、緊急時の対応の27番とかそれから定期調査ね、まあ、詳しいところ、まあ、知ってる人にとっては簡単なんですが過去あんまりズバリ聞いてこなかったので29番ね。 そして36番37番これはもう税金でも相続税の細かいところですね、えー、それから37番は、えー、現状況なんかの問題でした、まあ、この辺が過去問だけではなかなか取りにくいっていうところがねもう一度言いますと1番2番4番そしてずーっと飛んで21番ね、えー、27番29番そして36番37番でしたかね。それと 確かに過去問からなんですがちょっとえぐかったかな引っ掛けがっていうのが問いの6番ですかね。えー、どういう問題かっていうといわゆるあの報告書面9条の書面に何を記載してるかっていうことなんですがでも簡単にいきますとポイントはあの管理受託している受託の個数は記載するものの。 じゃの等数は記載しないってね、まあ、言葉で言うと等と等の違いだけなんでねそこが見抜けたかなっていうところですが、まあ、一つ、えー、と様式が昨年改定があったのでそこを聞いているのかなとは思っております、まあ、その意味であったとしてもちょっとこの引っ掛けは嫌、えー、だったかなっていうのでね合わせても合計今挙げた問題で言うと八問から九問ぐらいでしょうかね、まあ、これは、まあ、逆に言うと落としてもいいかなそうすると その他は、なんとかね。全問正解にはたどり着けないものの、まあ、なんとか、えー、取れたかな、っていうところです。ただ、その残っている三十一問ですかね、えー。過去問から解ける問題としては、二十五問程度でしょうか。で残っている、まあ。差し引きして、五問、六問はどういう状況かというと、まあ、具体的には、まあ、やや常識的なもの、それから。 そうですね、えー、っとこれ気持ちに余裕があればなんですけれども問題文見てですねそこから回答ができていくっていうような、ねえー、ものも踏まえて語録もありましたが、まあ、いずれにせよですね合格ラインににっっけるははそれほど苦でななかったかたいう気もしま,すまあただし、えーまあ、これも去年ぐらいからですねやっぱりしっかり対策取らなきゃれにくくなってあの パッと見た瞬間に解けるような問題がほとんどなかったのでね。その辺でまあ時間が多少かかったと思います。それから、中途半端に過去問をさらっとやってる程度では逆に迷って間違えてしまうっていうのもねえー。一つありました。まあ、今後の傾向も踏まえるとまあ、いかに、その過去問対策で十分なんだけれど、もしっかりできているかっていうところが勝負を分けたと思いますのでね。まあ、その辺でまあご確認していただければと思いますね。 で何問かだけですがね、えーまあ、読み上げながら特徴的な、えーまあ、問題を取り上げていきますとですね、えーとまあ、先ほど言ったようにですね、まあ、嫌な引っ掛けっていうのが1問だけでしたのでその1問の問題はどういうものかっていうことなんですよね先ほど言った通りですが問いの6番でしたかね、えー、次の記述で登録規定に基づいて。 いわゆる大臣への報告の、ね、対象事項とされていないものはどれかっていうものなんですが、えー、1番から読み上げますと。 従,事従業者数それから2番目10次従,従業者数のうち登録規定に規定するね実務経験者等の数まあこれ、えー、賃貸不動産経営管理士なども含めてのものでしょうがね、えー、受託契約の金額そして、えー、これがまあ正解足となっている対象とされていないね、えー、受託等数とあるんですがこれ正確に言うと受託個数であれば、えー、正しいんですがね、えー、受託等数となっているので対象となっておりませんっていうので正解足でした。 うん、ここがまあ嫌な引っかけなんですがまあ一つは2年前ね、えー、ちゃんと改正されておりますのでそこの部分も踏まえてね、えー、と、まあ、読み込んでいたかっていうところがまあ試されているんでしょうがね、まあ、落としていい問題には変わらないでしょう。ところでですね今回のまあ内容的な特徴としてですねまあ逆に言うと一問たりとも落とせないかなっていう感じがしました。 問問いいいのの番号でいくとまあこれ管理実務内容も踏まえてなんですがここからずっと人貸借ね例によって10問ぐらい続いておりますがまあほぼほぼ国家3年の中で出題がし尽くされてるんですね。ですので、えー、まあそこをしっかりやっとけば問いの9番からそうですね、えー、20番ぐらいまではほとんど落とすことが、まあ、逆に言うと許されないようなね問題。問問だけいいの10番でで入っていたんですがこれも ほぼほぼ個数にしては非常に分かりやすい問題でしたので、まあ、その辺も踏まえてねそれからま今回形式的な面で個数の問題が3問であとは5問程度組み合わせの問題があったんですがその組み合わせはですねあの前足分からなくてもですね組み合わせをたどることによって回答できるものがありましたのでねまあ、その辺でも解きやすかったと思いますまあ、その中でまあ合否を分けたかなっていう問題もいくつかね えー、問いの13番なんですがねこれ賃貸借において住宅の賃貸借において貸主が死亡して相続が起こった借主が死亡して相続が起こったその時に賃料をどういうふうに請求するかっていうのも踏まえてなんですが、えーまあ、組み合わせとしてはね誤っているものの組み合わせを選べっていうことなんですが。 過去問でズバリ正ししい足がちゃんと乗っておりましたね、えー、そのままの記載だったんですが借り主が死亡した時ね、えー、相続人が複数いる場,、えー、場面で遺産分割が成立するまでの間であったとしても。 貸主はその共同相続に対してね賃料全額の支払いね請求することができるこれはまあ確かに金銭債務なんですけれども、えー、債権債務なんですけれども割れるのが中心ですがまあこれ、えー、そうすると、まあ、貸す方としての回収を考えると非常にリスクが高まってきますのでえー 賃借人が複数でね、えー、いる場合は誰に対しても全額請求ができる。まあ、ここもかかって何度か聞かれたところですし、ズバリの過去の主題もあります。それと建物の賃貸借ね、えー、これか 利主が死亡をして借りてる人はね相続人がいない場合はいわゆる内縁の配偶者などね事実上の夫婦の関係にある者が同居している時はその地位を承継するまあもちろん原則論ですけどね、まあ、その記載があります、まあいずれにせよ「あいうえ」4つの足の中で誤っているものを組み合わせなんですが「うえ」がもう明らかに正しいのでそうなってくると「あい」が誤っているだろうということで足の一番ね、まあ 正解にたどり着くんですがこの辺多少細かいね賃貸借でも細かいところを聞いております過去問では出題されているもののねしっかりまあやっとかないと迷ったところでしょうかねはい少し典型的な問題なので取り上げてみましたはい、えー、いずれにせよね賃貸借関係はまあ一問も落とせないっていう形でしょうかね、えー、そしてまあ問いのですね22番からそうですね、えー、と27番目あたりまでね まあ、これが、えっ、ー、と、いわゆる実務系統のね、問題ですが、やや常識感覚で取れた問題が多かったかな。っていう気はしております。やや難しい問題は入っているもののね。それから、えっ、ー、と、問いの二十八番ぐらいからでしょうかね。いわゆる設備系、えー、それから建築知識、そのものを聞いているものはずっと続いて。えー、っと、二十、え、三十二番ぐらいまでね、五問六問続いておりますかね。はい。 はいこちらも問いの29番のね、えーまあ、建物の定期調査の問題でしたが多少細かく年数のことも聞いておりますので、まあ、ここはちょっと取りにくかったかなとは思うものの常識で取れるようなところもありますしね明らかに過去問さえやっていれば例えばやっぱりここも例としてあげますが、えー、そうですね電気設備の問い番号でいうと31番なんですがね。ずっっと言って31番ですが かかなり細いいところを聞いてるんですね漏電遮断器とかね、えー、それから照明設備の、うんまあ、構造などなどを聞いているもののですね、えー、実を言うと最も不適切なもの誤っているものを一つ探せばいいのでその誤っている足を見ますと1番の足なんですが、ね、問いの31番ね1番各重湖に供給される電力の、えー、供給方式のうちに、えー、2つありました。単二線式とというものと 単相三線式ね。でちなみに単相に線式は、えー、中性線と百ボルト電線しかありませんのでどういう形であれ百ボルト電、えー、の、えー、機器しか使えませんのでね。そこに二百ボルトこれ単相三線式の機器ででしょうということで一発誤りなんですね。過去もさえやっとけば五秒かからないですがやってなかった知識が上がったら解きにくい。他の足の二三四はかなり突っ込んだところを聞いておりますが。 足の一番だけけで解けました、まあいわゆる4つの足がありますが1つだけしっかりね誤りを探せたら解けるという問題ね、まあ、こういうのもいくつか顕在されますので、まあ、そこをやっぱり着目すると冒頭に言ったように25問程度はほぼ過去問対策だけで取れるというところなんでしょうかね。ですね。えー、であとの、まあ、いわゆる免除対象項目が比較的取りにくかったものの 気持ちに余裕があればね、えー、一つ一つまあ常識問題でも回答ができたというところでしょうね例えばですね、まあ、これも典型的な問題で一例挙げますと一番最後の問題なんですかね問いの40番ですね。 賃貸住宅のコンセプトに関する次の記事の聞き方もまた妙なんですが最もも適切なものはどれかとししてあるんんででですすね大よそ1番でしがつくんですよいわゆるサービス付き高齢者向けの住宅なんですが賃貸住宅また有料老人ホームにおいて、まあ、状況把握や生活相談サービスなどの、ね、提供をするものですそりゃそうだろうなんですがこの辺がまあちょっと定義的なところもありますので非常に丸にしにくいんですね。そこででやははり試験で必要なのは アトン消去して確認できる、まあ、2番3番4番が誤りが探せるかっていうところなんですがこの辺りがちょっと気持ちによるがない。 きつかったかなただし気持ちに余裕があれば例えばこういう足の2番3番4番読み上げますとこういう話だったんですね。2番目はですねというのがあるんですってね、えー、そんな聞き方私あんまり聞いたことないんですが取りは、えー、まあ世の中の動向もありますがね賃貸住宅の入居者の像のとりあえず賃貸派。えー 家を持つこことにはこだわらず賃貸住宅で十分と考えているのが特徴であるピンときたき方は「親」ですよね。 えー、飲み会の時に、ね、とりあえずビールって言っててずっとビールのわけないですよねとりあえずはまあとにかく一旦はビールであるのでその後は後で考えますだからそれをそのまま当てはめますととりあえず賃貸と言いつつも後々の状況を踏まえて今現在はね買うほどの、えー、まあ視、えー、力などがないけれどもまあとりあえずそれで借りてるという状況なのでまあ一生賃貸で十分だと考えてるわけがないですねこれは明らかにおかしいですそれから3番目の足なんですが。 このペットのです、ねえー、と問題としてですね、えー、その賃貸住宅において、えー、とどういうペットのトラブルを念頭にしておりますかというと主にペット同士のトラブルを念頭にですね、その接触が最小限に控えられている程度なら許可を与えること、えー、これを基本ルールとしていると。あの ペットト同士のトラブルになっったらこれもよっぽどですのであのほとんんど見えませんよね、ね。ペット同士っていうのはねえですのはでで、すもっともっと対人間のこととかが前提としてあるだろうまあ多少感覚ですけれどもねこれも誤りにできるはじます。それから足の4番目なんですがシェアハウスの問題を聞いておりますが宿泊用に提供された個人宅の一部やマンションの空室等に宿泊するものである。 それ民泊の話だろうシェアハウスはっていう風にねまあこれほぼ常識係なんですが、えー、少し気持ちに余裕があるとまあ自信を持ってあやっぱり一番だろうなえー、っとサービス的高齢者住宅の、えー、まあ、定義として正しいんだろうなっていうのが読み解けるはずですねでこの気持ちに余裕っていうのは結構大切でおおよそ試験挑むに際してはまあ 去年で、えー、と27点の合格ラインでしたから、えー、とあの程度の難しいあの程度というか結構難しかったのであれぐらいで難しい中でまあまあ27点ですから7割程度いければいいということで感覚としてね中間の今回の問題において賃貸借関係などなどでほぼほぼそれぐらいの自信があればね「えー、はてな」の問題もとっかかって、まあ、ほぼ常識がかりで取れるというのがね、まあ、ちょっと特徴でしたかねっていうところですね。まあ いずれにせよですねあのここ去年と、えー、今年に限ってはそれまで見られたような 本当に見ただけですぐ回答できるような、しかも勉強せずとも回答ができるような問題はほとんどありませんでした。まあ、その意味で時間がかかったことと。まあ、確かに過去問からの出題がほとんどなんですが。えー、そのままストレートというよりも、ひとひねりしてきたりするものが多かったので、それから。多少細かいことをね、えー、聞いたりしているので、そこを。まあ、いい加減な過去問学習じゃなくてね。えー、まあ、しっかりと対策をと。 ていれば十分合格ラインには乗ったのではないでしょうかという話ですね。で、合格ラインがどれぐらいになるかっていうところですね。で、これはあくまでも、えー、っと今私がといた感想の中で、えー、感覚の中でなんですが、去年よりも、えー、っと内容としては、えー、っと簡単とは言いませんが得点はしやすかったかなと。 あの去年個数の問題が多かったりしたのでねですので、えー、まあこれ多少希望も込みなんですが去年が27点ですから、まあ、1点でも2点でも下がって たところかなまあ希望的なところもありますが一応それぐらいとは予想しておりますまあ正しいですねまあこちらに関してはあの一切の統計もなくね、えー、私の感覚だけですのでもうしばらくたっていただいてた、えー、ってねあのまあレックからも公表いたしますのでねあの一応の予想点ねまあそれまで少しお待ちくださいですねはい 全体的な感想として締めくくると、まあ、確かに簡単に解ける問題が、えー、ほとんどないもののそれから、えーえー、過去問からの範囲をずれて取材されている、えー、問題が、えー、結構あって8問9問あるものの対策さえ取っていれば解ける問題がね25問それから多少常識係ですがそれも合わせてやると、まあ、20点台の後半ねい、えー、くのはそれほど難しくはなかったのかな。えー、で対策取っていないな人は ガタッと悪いでしょう対策を取っている人ではそれほど難しくは感じなかったのかなっていうのが、まあ、これも最初に言ったような総合的な感想でした、まあ、いずれにせよね、えー、終了しましたそれからこのあとねいろんな資格試験備えている方もいらっしゃいますので気分を切り替えてね、えー、そして頑張っていただきたいと思います。はいそれでは本日ね2018年の賃貸不動産経営管理士の簡単ではありましたが解説となりました終了します。 おさでした。